はい、皆さんこんにちは。ドクターマッスル、畑です。今日はですね、筋肉1キロアップと消費カロリーについてお話をしていきたいと思います。筋肉が1キロアップすると、消費カロリーが約13キロカロリーアップと言われています。で、これ筋肉1キロでたった13キロかって思われるかもしれないですけど、これね、実はね、筋肉自体はそうなんですけども、体全体はそうではないですね。もっと消費します。具体的には、内臓、これ、ね、東大の石井直方先生も言われてるんですけど、内臓も筋肉がアップすることによって内臓も大きくなって強くなります。肝臓とか腎臓とか心臓もありますけども、そういう内臓も大きくなって肥大してさらに強くなるって言われてるんですね。で、それで大体この日常生活、呼吸などもありますし、日常生活で1日あたり約50キロカロリーぐらいは消費するんじゃないかと言われています。さらに DIT と言いまして、食事誘発性熱産性、簡単に言うと、食事をとって体温が上がる。体温上がるっていうのをカロリーなんですね。体温を上げるためのカロリーだったりとか、消化吸収によって必要なカロリーとかも合わせると、だいたい1日100キロ近く、100キロカロリー近く増大すると言われます。さらにですね、まあ、筋肉トレーニング、筋肉が1キロアップしたトレーニング、アップした段階でトレーニングしたりとか、歩いたり走ったりとか、例えばウィンドウショッピングでも、外、友達とか、ね、彼氏彼女と歩くだけでも、それだけでも筋肉が1キロ上がるだけで消費カロリーがね、通常よりも高くなりますので、まあ、1日通して、もう食事、普通に3食、もしくは間食とって4食食べるだけで、このまま1日だいたい100キロカロリーぐらいは、筋肉1キロ上げるだけで消費カロリーが高くなります。で、そうなると1ヶ月で、だいたい100キロカロリーかける30日と計算しまして、1ヶ月で3000キロカロリーぐらい燃焼するんですね。だいたい脂肪1キロ、脂肪だけ1キロカロリー1キロ、1キログラムが、脂肪1キロがだいたい約7200キロカロリーと言いますので、例えば脂肪、体重が、このね、体重、特に筋肉ですね。筋肉が1キロ増えたのを1ヶ月で3000キロカロリー。3000キロカロリーなので、これが2ヶ月続くと6000キロカロリー。もうこれだけでも脂肪が1キロまでいかなくても、体脂肪1キロまでいかなくても、もうかなり落ちてくる。で、これがじゃあ筋肉量2キロ上がったらどうかっていうと、2キロ上がったら、もう1ヶ月で同じ生活してるだけで、1ヶ月で6000キロカロリーなんですね。なんで1ヶ月ちょっとで、もう脂肪1キロが同じ生活するだけで落ちてしまうという。で、これはね、年間を通してしまうと、すごい、消費カロリーになります。で、体重にフォーカスしやすいんですけども、この体重っていうのは体脂肪と筋肉によって分布されますので、体重だけじゃなくて、このね、筋肉と脂肪の割合、体脂肪の割合、で、さらには筋肉でもどこの部位に、まあ、筋肉をつけるのかによって、ボディシルエット、シルエットが変わってくるんですけども、筋肉量1キロで、1日100キロあたり、100キロカロリーぐらいは上がるっていうのを覚えておいてください。で、私もこの前、ちょっと誕生日でたくさんケーキいただいて、もう本当に2日間でケーキをショートケーキだと5個6個ぐらい食べたんですよ。もう本当1日半ぐらいで。でも全くと言っていいほど太りません。で、ちょっとね、次の日はお腹張ったなって、ちょっと溜め込んだかなと思って、少しトレーニングを、10分15分程度量を増やしたんですね。それだけでもうお腹ぺったんこです。で、これは筋肉が少ない方、私よりも、例えば5キロ、ね、5キロ筋肉少ない方だと、もう1日で500キロカロリー違うわけですね。500キロカロリー。もうケーキ1個分あるかなという感じですけども、まあ、500キロカロリー違うと、やっぱりね、これ、やっぱ溜め込んでると消費しにくいんですよね。なんで、やっぱ筋肉量ってたった1キロでも驚くなかれです。もう、ちりつもで、どんどん日常生活で動いていけば行くほど消費カロリー高くなりますし、ウィンドウショッピング、同じウィンドウショッピングしていても筋肉が1キロ上がれば、かなりね、消費カロリー高くなっています。はい。要約すると、筋肉1キロで13キロカロリーと言われてるんですけども、筋肉自体じゃなくて人間の体、動き、食事とかですね、必ずこういう食生活で消費するカロリーっていうのは1日、たった1キロ増えても100キロカロリーぐらいは違うということですね。なので、1キロ増やせるように、まずは頑張って、できるような初心者の方はね、2キロ3キロと、まあ、筋肉量であるだけでも2キロ3キロ増えてきますので、私はね、今ちょっともうかなりどんどん上げていって、もう普通の年代で言うと40なので、普通の40歳だともうね、20歳ぐらいから20、25から
多分こうなんですけども、私は、まあ、30過ぎぐらいまでどん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 筋肉が上がっていって、今もうね、維持、まあ、頑張って上げようとしてるんですけど、まあね、悲しいかな、なかなか上がらない状態。まあ、もう本当に500、年間 500g でも上がったらすごいいい方のレベルになってきて、もう伸びしろがだんだんね、小さくなってきてるんですけども、それでも普通の40代はね、全然動けますし、全然動けるだけだと太りにくいんですね。これは筋肉の量が圧倒的に同じ40歳の男性よりもあるからなので、まあ、これはね、皆さんもぜひ頭に入れておいてください。はい、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。またお会いしましょう。さよなら。